はい、皆さんどうも、おはようございます。今日はちょっとカラスがかなり怖いんですけど、団地前にてやっていきたいと思います。濁り方は 5% ぐらい薄くなったかなっていう感じが見受けられます。ライトブラウン、スーパーライトブラウンでこんな感じの見え方ですね。はい、で、あちら側に王さんがいらっしゃるんですけど、王さんがでもあのマゴチをね、1匹25センチぐらいの今日、先ほど1時間前ぐらいなんですかね、今日8月31日野菜の日ですね、9時半なんですけど、7時半頃だったかな、アングラーズかなんかで、ね、王さんが情報をアップしておりました。こちらもぜひチェックをお願いしますと。鉄板だって言ってた気がするんですけどね、25センチぐらいの釣れたということです。で、なんかね、王さんの話によると、王さん情報ばっかりですけど、まあね、長いことやってらしたんでいろいろ見えたらしいですけど、プセイゴアとか復興クラスのとかが結構ね、泳いでるらしいですね、手前側を。あんまりスズキは見えるってことは少ないんですけどね、でも全然やる気がないようなスズキだということですね。で、弱ってるかっていうとそうでもないらしいですけどね。はい、今日はね、羅刹のコンで釣れました。すごいカラスがなんか食ってる、弱った。カラスが食ってるってことは、まあ、そこそこ鮮度があるんでしょうけどね。25度ですね、ほぼ25度。はい、やっていきます。今日はちょっと私我慢できずに、久しぶりにビッグベイトで来ました。アルゴ200ですね。で、アンタレス GCMD に、グランデージの、C80H とヘビーゲージですね。ただちょっとしばらく使ってなかったんで、アンタレス GCMD がちょっと固着してなきゃいけないんですけど、軽く投げてみます。はい、よろしくお願いします。大丈夫かな、最初ちょっとブレーキ強めで。アルゴ200、大きい方のアルゴですね。ちょっとあの鉄板やっても何やってもちょっと食わせられない自分がいるので、ちょっと逆にもう違った目的で食ってこいと、なんていうんですかね、イメージで言うと。おお、カラス行くなよ、もう怒って食わせるみたいな、怒らして食わせるようなイメージです。あ、目の前に餌が来た、ラッキー、パクッとかって食う感じではなくて、なんだこいつって言ってもう怒らして食わせるようなイメージで、やるしかないかなというところです。まあ、ただ単にダメダメなだけなんですけど、なので、早めにちょっとここは見切りつけて反応なければ、すぐに H の方にね、ちょっと行ってみたいなとも思っております。アングラさんはね、今のところ見える範囲では王さんしかいらっしゃらないんで、団地前でもビッグベイト気兼ねなくやれますね。高切れさえなければね、ロストはほぼない釣りなので、PE ね、5号とかでやってるから魚に切られるってこともまずないですしね。リーダーも50ポンドナイロンですけど、50とか60使ってるんで、魚によるブレイクはまあほぼないと思っていいでしょう。釣れなければ、岩とかに釣られなければですね、潜って、まあゼロではないですけどね、やっぱり。さあ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 、うわー、ちょっと浮いた、怖っ。無理しないでいこう。ちょっとアルゴはね、なくしたくないですからね。何のルアーもなくしたくないですけど、もちろん5000円ぐらいするんだよね、このルアー。めっちゃ高い。まあこのサイズで優秀な、まあ、遠心入ってて、いい針使ってて、技術提供っていうかね、あの違うメーカーの助けをいただいてるってなると、まあしょうがないのかもしれないですけどね。メガバスの重シードを搭載してるみたいですからね、多分裏にメガバスの名前も入ってるですからね、箱の裏に。
やっぱ飛びますよね。でもですよ、あれの方が飛ぶかもしれないっていうのはありますね。なんだろう、オシアペンシルじゃなくて、コノシロペンシルとかヘッドディップの方がやっぱ飛びますね、間違いなく。ヘッドディップはマジでやばい、飛びが半端じゃないです。このペンもやばいですけど、このペンは逆になんかその ARC みたいなのが入ってないのかな、入ってんのかな、ちょっとわかんないですけど、確かなのにあんだけ飛ぶっていうのはすごい。でもあれ後方重心なのかな、浮き姿勢が結構立ちますから、これは結構水平に近い立ち方ですけどね。ヘッドディップとか、この白ペンシルはタッチなので、ちょっとダイブ系にダイブさせやすいルアーしちゃうって言ったらいいですかね、しちゃう系のルアーですね。どうしようかな、ちょっと手前側投げてみようかな。ちょっといないのかな、木で見えないですよね、多分いないと思うんですけど、パストーンも聞こえないし、潮目の上を通してくる感じ。やっぱりアップの場合だとリーディングだけじゃ追いつかないんで、ロッドワーク入れとかないと首振らせられないですね。はい、ということでですね、ちょっと時間のあれもあるんで、ちょっと H の方に移動したいと思います。一旦失礼します。はい、ちょっとですね、H に来ました。でここでちょっとやっていこうかなと思います。ルアーは同じくアルゴ200ですね。あれこれ220だったかな、まあ大きい方ですね、一番大きいアルゴです。出てくれ、いい、距離決まったときこいつなかなか飛びますよ、すごいですよね。バラコンって重心移動が結構しっかり効いてるんで、てかなんかあそこに H の中にタイヤが入ってますねなんだろう、どうやって入ったんだあれ、タイヤってあれ浮くんですかね、ゴムだから。すごいな、H の中に入っちゃってます。中に入れていきますか、タイヤの、うわ危ねえ、こんだけの重量で岩に叩きつけるとかなりの確率で欠けるんで気をつけたいですね。下げてんのにこっちに来るっていうのもなんかね、反転するんですよね、流れが。ちょっと沖の潮目を狙います。どっこいしょ、わあ、めっちゃ潮目だ、上真上直撃。頭がピンクでも見えるっちゃ見えますね、しっかりと。チャート、ドチャートほどじゃないですけどね、やっぱりビッグベイトは頭が見やすい方がいいですよね、間違いなく。ノーデメリットですよね、頭が切ることによっての。やっぱそのね、持ってってない時も結構あるんで、ミスバイトっていうのも結構ミスバイトの方が多いのかな今まで。まあビッグベイトではあれですけど、トップウォーターでのバイトはやっぱりミスバイトの方がやっぱ多いんで、それをちゃんと持ってってるかどうか確認してからしっかりフッキングしないと、その場からポーン飛んできちゃうんで、せっかく、まあ、ミスバイトで出てもまだそのルアーがあれば、持ってってないって分かればもう一回そこでアクションし続けて、また誘っておかわりさせることができる可能性もゼロじゃないんで、
そう考えるとその場所から食った場所からパーンって離しちゃうのももったいないですね。なのでルアーが持ってかれてるか持ってかれてないかっていうのが見やすい、まあ明るい色の方が僕は好きですね。背中が熱いリュック背負ってると、いやーでもちょっとこれ暑いな、意外と暑いな今日。ヘッドジップにしよっかな、このペンにしよっかな。ちょっとルアー変えますかね。あれを160にしてみますかね。ピヨって。よし。綺麗な色だ。全部の作りがすごいしっかりしてるんで。まあ高いのも分かるけど高すぎるな、せめて3000円台にしてほしかったな。160あったっけな、確かあったと思う。全部総特化してきました。まるまる普通のタックルを、あーまあスーパータミヤ持ってきましたけど160のドッチャートですね。よっしゃ、これを麦茶飲もう。麦茶麦茶やいでって麦茶、よくわかんない麦茶。でも不思議と重量が、軽いはずの160の方が多分飛ぶんですよね。決まればキャストがいい感じに。はい、160でいきます。あの中狙ってみようかな、多分届くと思うんですよね。タイヤのところ、タイヤの左側、おい、あれ上げとくか。オッケー。ラインめっちゃ流される。うわー、やっぱり160使いやす。使いやすいっすねこれ。まあこのタックルにウェイトが合ってるのかもしれないですけどね。これ80までなんで基本的には。全然メガドッグも投げれるんですけど、やべやべこれダメだ、失敗失敗、ベイトが跳ねた。今度は流されないんかい。さあ早めにアクション。次行きましょう。次の H で動画ではラストポイントになりそうですね。ちょっと移動します。はい、もう一個下の H に、移動してまいりました。ちょっとずれてずれたな、ちょっと気になっちゃうんだね、ずれてると。なんかスマホが熱いな、熱持ってるな。勝手にライトがついちゃってる時とかありますからね、カメラとか使った後特に。今アルゴ160をそのまま使っております。ちょっと風が吹いてきちゃったんでマジかよって感じですけど、え、ついてないよな。うわ、びっくり。
びっくりした。背中で麦茶のた、ペットボトルがペコって膨らみました。それでびっくりしちゃうだな。お、小心者が過ぎる。さあここ行きますか。ベイトはやっぱり稲子中心にこのアサシン救急ぐらいのやつがいますね。どうしたと思ったけど、もうちょっとブレーキ効かしすぎた。いやー、思いっきりフッキングしたいな。これゴーグルで見えるかな。多分ドッチアウトだったら見えるのかな。まあ、着水点は見えると思うんですよね。ビッグベイトだとドバーンってなるから。はあ、暑い。もう一度左を狙いましょう。竹食いの方。さんもキュエド側とかでのビッグベイトの可能性としてはあるんじゃないかっていう話してましたけど、やっぱ浅いからなんでしょうね。その日中やっててもこのビッグベイトのルアーと魚との距離が強制的に近いもんだから、まあ5メートル以下を深海だっていうんだったかな。ビッグベイトだと5メートル以下は魚をこうルアーに気づかせるっていうか引きつけるっていうのが難しくなるからっていうイメージで、まあ、5メートル以下はもう深海っていう扱いに表現してるんだと思うんですけど、キュエとかでね5メートルっていうのはなかなか、多分沖合でも航路でも5メートルないんじゃないかな。多分なかったと思うんですよね。何回も船で取ってますけど。なのでまあ強制的にその魚とルアーとの距離が、魚がそこにべったりでも気づくっていうねことができるっていう面では可能性があるんじゃないかってことかもしれないですね。はい、ということで今日はこの辺で終わりにしたいかなと思います。はい、では、まだね9月にもうすぐなりそうとはいえまだまだ全然暑いんで、皆さんも日焼け対策しっかりしましょう。飲み物もしっかりと飲みましょう。うわー、めっちゃ 泥すくってる。すごい。ちょっとこれズームできないのが悔しいですけど、はい、ではまた明日よろしくお願いします。失礼します。